リオデジャネロマル、リオデジャネイロマルは、かつて、大阪商船及び、大阪商船、三井船舶が所有し運航していた、貨客船及び貨物船である。大阪商船所属の初代日はリオデジャネロマルは、ブエの、スワイレスマル級貨客船の2番船として、西回り南米航路に就航して、移民輸送に活躍し、太平洋戦争中に、日本海軍の特設潜水母艦、 特設運送船として運航され、1944年2月17日のトラック島空襲によって沈没した。大阪商船、三井船舶所属の二代目、リオデジャネイロ丸は一般貨物船であった。正式な船名の、の文字は、市の、変体仮名であり、新聞記事などの活字でハリオデジャネイロマルとも表記される。変体仮名が、 ユニコードに含まれるようになったのは2017年であり、表示可能なフォントもまだ、ほとんどないことから、の事母である。志に痴漢してリオデシアネロマルと表記されることもある。アルファベットの綴りは、初代も二代も同じく、リオデジャネイロマルである。リオデシアネロマルは、三菱長崎造船所で1929年5月16日に、 飛行し11月19日に浸水、1930年5月15日に竣工した。このリオデッシアやネロマルの竣工により、サントスマル級火客船就航から始まった西回り、南米航路の潜出改善が終わり、ほぼすべてディーゼル火客船で運航されるようになった。年間11回の廃線、従来63日かかっていた神戸とサントス間も46日に、 短縮される。また、春行翌年の1931年には、同じく西回り南米航路に配線していた、日本郵船との間で、優勝協調が成立し、日本郵船が航路から撤退して、大阪商船の独占航路となった。このまま春を謳歌するかに見えたが、1933年には、船内でマシンが流行し20名が死亡して、 避難を浴びたり、1934年4月には、ミシシッピ川川口部で、座礁事故を起こした。1937年5月17日、リオデシアネロマルは、香港に寄港し、同地からの移民客を、大阪商船のランチ、道島丸を使って乗船させていたが、午後8時頃に、 道島丸のボイラーが突然爆発し、この爆発事故で移民二十七名と一等乗客一名が死亡して、負傷者十二名、あるいは中国人三人を含む二十九名即死の惨事に見舞われた。就航して九年経った九百三十九年、世界一周戦としておなじみになったリオデシアネロ丸は、新鋭のアルゼンチナ丸級カ客船の就航に合わせて、 保管目的で開設されたパナマ運河経由の南米東高線に転配され、8月24日に第一便として神戸を出港したが、その直後の9月4日、北緯46度16分統計177度10分。北緯46.267度統計177.167度。 46.267177.167の北太平洋上をロサンゼルスに向けて航行中、突然の濃霧に襲われ視界が効かなくなり、すれ違おうとしていたロサンゼルスから横浜に向かっていた、貨物船角丸ガリオデシアネロ丸の左限中腹部に衝突した。沈没の恐れはなく、死傷者も出なかったガリオデシアネロ丸は、航行不能となった。 角丸は自らリオデシア・ネロ丸を北海峡まで栄光し、引き続きタグボートに引かれて神戸に寄港した。パナマ経由南米東高線は1940年から命令航路となり、リオデシア・ネロ丸は昭和15年中は南米東高線と大阪大連線を掛け持ちして商業航海を続けたが、一連の航海が最後の商業航海となった。 昭和15年10月8日、リオデシア・ネロマルは、日本海軍に徴用され、11月1日付で、特設運送船として入籍した。10月19日から11月30日まで、呉海軍交渉で、特設運送船としての偽装工事を受ける。ついで1941年3月25日付で、特設潜水母艦に転籍し、 3月25日から6月7日まで、張間造船所で、特設潜水母艦としての偽装工事を受けた。船守備廊と2番戦水両側部分に15センチ砲、船橋上に2連装96式 25mm 広角機銃、その他即居儀、バラスト、魚雷格納庫、物資貯蔵庫、医務室なども整備された。乗組員は、従来の運転士と機関士を予備士官に任じ、 他の船員は下船させ、代わりに海軍士官と菓子官を乗船させた。リオデシアネロマルはこの頃から海軍将兵から長い原名に代わりリオマルと呼ばれるようになった。特設潜水母艦としての能力のうち、通信部門は後に能力不足と判断された。昭和16年12月8日の太平洋戦争海戦当日、リオデシアネロマルは 第5潜水戦隊付属の潜水母艦として、カムラン湾沖を南下しており、すれ違った、フランスの大型客船を臨検した。船体は、マレー半島、インド洋東部で作戦。現地のイギリス軍が降伏しペナンの海軍基地が整備、されると、船体は、ペナンを基地とした。リオデシア・ネロマルは、シンゴラに資材を揚陸すると、一旦内地に帰島。 再び南方に進出し、1942年3月7日、以降ペナンで補給活動を行ったが、南方作戦が一段落する見通しが経ったので3月22日にペナンを出港し、4月2日に佐世保に帰島した。昭和17年5月9日、これまで第5潜水戦隊機関を務めていた。 軽巡洋艦ユラが第4水雷戦隊機関に転じたので、リオデシアネロマルが新しい第5潜水戦隊機関となった。戦隊は整備を終えると、第2弾作戦の発動に備えて、クエゼリン艦礁に進出することとなった。リオデシアネロマルは5月14日にサセボを出撃し、5月24日に到着した。戦隊は、 ミッドウェイ海戦に参加後、クエゼリン艦渉で、整備の後、6月19日以降に、順次、クエゼリン艦渉を出港して、佐世保に向かった。リオデシアネロマルもこれに続き、7月2日に、佐世保に帰島7月10日付で、第5潜水船体が解体となったので、リオデシアネロマルは、南西方面艦隊に配属され、 ペナンを中心とする補給活動に使われることとなった。その途中の7月27日、リオデシアネロマルは、北緯11度28分統計111度52分、北緯11.467度統計111.867度、11.467、111.867 11のインドシナ半島沖を航行中、アメリカ海軍潜水艦、スピアフィッシュに発見され、 スピアフィッシュは魚雷を4本発射した。スピアフィッシュの発射した魚雷のうち1本狩りを弟子やネロマルの左玄選手に命中し、1番戦争から2番戦争に浸水して、さらに3番戦争にも浸水しようとしていた。乗組員の中から6名の決死隊を組織し、3番戦争で必死の防水作業を行った結果浸水は止まり、 リオデシア・ネロマルは特設工作艦、ビコマルに栄光されて、湘南に到着した。決死隊に参加した乗組員6名は、連合艦隊司令長官山本56大将に、表彰された。修理後は、スラバヤへ向かい、1943年7月1日に、同地で冷凍性重肉を搭載し、バリクパパンへ向かった。 8月16日に到着し、同地で停泊中のリオで、志やネロマルは、同年9月15日付で、特設潜水母艦から、特設運送船に転じた。10月1日に、バリクパパンを出港し、佐世保へ向かい、11月18日に到着。以降は、国内での輸送に用いられた。1944年2月3日、リオデシアネロマルは、 駆逐艦ユうずの護衛のもとに横須賀を出港し2月11日にトラック諸島に到着した2月17日トラック諸島は早朝から空襲に見舞われたアメリカ第58任務部隊によるトラック島空襲であるリオデシアネロマルは午後からの空襲により2番戦争に爆弾が命中した火薬庫に引火し リオデシア・ネロマルは半日炎上した後、沈没していった。リオデシア・ネロマルは現在、冬島の東、水深36メートルの海底に左限を上にして、横転状態で沈んでいる。船体は原型をとどめており、サ後に覆われた部分があるものの、煙突のファンネルマークや、船首の船名は、鮮明に残っている。2008年9月21日、 干渉内で沈没している特設運送船、ホヒロ広島ルの残骸から、積み荷と思われる油が、その 5km 南東に沈んでいるリオデシア、ネロ丸の残骸からは、小さな油膜が、流出状態にあることが、アメリカの環境 NGO、アースウォッチの調査で判明した。リオデジャネイロ丸は、第20次計画造船により、 ロザリオ丸型貨物船の2番船として、名村造船所で1964年12月26日に、寄港し1965年3月3日に、浸水、5月22日に竣航した。サントスマルやアルゼンチナマルなど、南米航路に就航したディーゼル火客船の名前を、引き継いだ2代目のうちの一隻であるが、他の船と大きく異なる点が2つある。 一つは、リオデジャネイロ丸のみ、機関部を後方に配した、貨物船であるということ。もう一つは、リオデジャネイロ丸だけが、大阪商船、三井船舶設立後に建造された船であることである。特に後者に関しては、大阪商船時代の、大の字のファンネルマークをつけた、経験のない二代目ということになる。貨物輸送に、十字の後、 1979年5月21日に、ギリシャのネルソンベイシッピングに売却されて、デカナビゲーターと改名し、さらに1985年には、マルタのナビゲーターシッピングに転売されて、ナビゲーターと再改名され、翌1986年に売却、解体された。資材はこの後、陸路でシンゴラからペナンに輸送する。 方広島ルは秋島北川の水深30メートルの海底に裏返しになって沈んでおり、船体は中央部で二つに分断されている。その他の二代目船の船首と竣工年は以下の通り。下脚船、サントスマル、ブラジルガン、アルゼンチナマル、三島型貨物船、ラプラタマル、ブエノ、スワイレスマル、モンテビデオマル。ありがとうございます。